久高島、沖縄本島東南東に位置する知念岬の東海上約5キロにある周囲8キロの細長い島。人口は239人。沖縄本島で一番の聖地と呼ばれるのが、世界文化遺産にも認定されている知念村にあるセーファー御嶽。御嶽という言葉は聖地を意味します。あまりの神聖さから江戸時代には聞こえ大神と呼ばれる最高位の神女をはじめ、琉球王国の王族の女性しか入ることができず、現在でも神女と呼ばれる宗教的な役割を持つ女性しか入ってはいけない場所があると言われています。セーファー御嶽には三角岩というスポットがあり、この場所はさらに神聖な場所として大切にされています。そしてこの三角岩の隙間を通ると久高島が見えます。久高島は琉球王国発祥の地と言われており、海の彼方にあるという二大家内とつながっているとされる非常に神聖な島。なお、セーファー御嶽は久高島へ祈りを捧げる場として作られたと考えられています。沖縄きっての神秘の島と言われる久高島には500年前から続き、12年に一度行われる異在法と呼ばれるお祭りがあります。異在法は女性だけのお祭りで、海の向こうにある二来家内からやってきた人をお祭りする儀式で、久高島で生まれた30歳以上の既婚女性によって総出で行われるものでした。主婦が神になるお祭りです。現在女性の数が少なくなってしまい、1978年以降、異在法は実質的に行われていません。久高島には女性を守る女神がいます。久高島に女性が行くと、女性としての罪が許され、女性としてリフレッシュし、女性として新しい出発ができると言われています。久高島に女性が行くと、女性としての幸運がやってきます。皇室に嫁ぐ女性は必ず久高島に行き、お祈りしてからでないと皇室に入れないという古くからの習わしがあります。今の皇后様も秋篠宮妃の紀子様も久高島に行きました。